はい、こんにちは、ペソでございます。今日もね、夢中プロ野球2000にやっていきましょう。本日もベイスターズとの一戦ですね。先発ピッチャーカーライルさんです。スタメンはこのままいきます。シュータ君がね、赤色やったらちょっとまだスタメンでだったんだけどね。今日は土曜日、デーゲームで行われます阪神対横浜5回戦です。先発ピッチャーはカーライルさん、トップバッターは石井拓郎さんです。左打席、初球はストレート、外角低めいっぱいに決まりました。2球目カーブ、引っ掛けます。セカンドゴロ、ワンアウト。2番は金城さん、初球打ち、浮いたまっすぐうまくセンターへ運びました。センター前ヒット、ワンアウト一塁で好打者鈴木孝則さん。これはファールボール。打ち上げて、これはキャッチャーフライ、矢野さん取りました。ツーアウト。4番グランさん、グランさんも初球打ち、グランさんは初球打ち、これもキャッチャーへのフライ、スリーアウト。ベイスターズ初回ヒットでランナー出しましたけども、先制とはなりませんでした。ベイスターズの先発は福森さんです。トップバッター赤星さん、初球打ち、三遊間への当たり、ダイビング石井拓郎さん、ファーストへ送球はセーフ、内野安打、ノーアウト一塁。2番は坪井さんです。これは盗塁成功、初球カーブインサイド外れました。ノーアウト二塁となります。シュートボールえぐいな。三遊間抜いていきました。レフトへのヒット、ノーアウト一塁三塁でルシン君です。初球打ちはフェア、レフト前ヒット、タイガース先制。そしてアリアスさん、スライダー、初球は空振り、カーブ、これは大きくそれて一塁側スタンド、ファール。いった、ディアスさん高めのカーブを捉えました。レフトスタンド、4号スリーラン、これは失投を見逃しませんでした。アリアスさん大好きな高めの変化球、レフトスタンドへ、早くもタイガース4点の先制です。5番は檜山さん、右中間、これはセンターへのヒット、檜山さんも出ました。ノーアウト一塁、そして6番浜ちゃん、まっすぐ、これはファール。フォークボール決まってストライク、ツーストライク、最後もフォークボール、空振り三振、ワンアウト。バッターは矢野さん、引っ張ってレフト、これは伸びすぎました。スライダー、レフトフライ、ツーアウト。今岡さんです。
うまくセンターへ持っていきました。今川さんヒット、ツーアウト一塁二塁で、ピッチャーのカライルさん、あーこれは打ち上げます。低めのまっすぐ打ち上げてショートフライでスリーアウト。しかしタイガースはブチン君のタイムリーとアリアスさんのスリーラン、4点の先制となりました。レイサーズは5番の佐伯さん、2球目抜いたカーブ、これも決まります、ストライク。高めのまっすぐ釣られました、空振り三振、ワンアウト。インサイドのチェンジアップ決まりました、ツーストライク。2者連続三振、ツーアウト。小川さんです。打ち上げました、レフトへのフライ、坪井さん掴んでスリーアウト。2回の表のベイスターズは三者凡退無得点です。タイガースは再びトップの赤星さんから2回の裏の攻撃、第1打席はショート内野安打、ストレート捉えましたがこれはファール。三遊間抜けました、レフト前ヒット、ノーアウト一塁。2番は坪井さんです。これは盗塁失敗、シュートボール空振り、三遊間、わーこれは石井拓郎さんよく取りましたけども内野安打、ワンアウト一塁で武神君。打球は左中間伸びるぞ、あーそのまま持っていきました、26号ツーラン。大好きな変化球うまく捉えて左中間スタンドへ。2回の裏タイガースは2点追加します、6対0。福森さんノックアウト、リリーフは谷口さんが出てまいりました。バッターはアリアスさんです。初回スリーランを放っております。初球は外角低め外れました、ボール球。2球目今度はインサイド、これもボール。フォークボール、これは打ち損じました、ショートゴロ、ツーアウト。檜山さん第1打席はセンターへのヒット、あー外へのスライダー、ショートフライに倒れます、スリーアウト。2回の裏タイガースは文心くんのツーランホームラン、2点追加、6対0で先発ピッチャー福森さんをノックアウトしております。ベイサーズは8番キャッチャーの中村さん、引っ掛けた当たり、これはうまくさばきました文心くん、ショートゴロ、ワンアウト。ピッチャーの谷口さんそのまま打席に入ります。カーブも決まってツーストライク、三球三振、三つ目の三振奪ってツーアウト。石井拓郎さんです。
めのチェンジアップ、空振り。最後はカーブ決まりました。空振り三振、スリーアウト。3回の表ベイスターズ三者凡退、無得点となっております。3回の裏、浜ちゃんインサイド大きく外れました。ボール球2球目、外低め、これも外れます。ストレート打ち上げてしまいました。浜ちゃんピッチャーフライ、ワンアウト。バッターは矢野さんです。これはうまく捉えました。矢野さんスライダー、センター前ヒット、ワンアウト一塁。バッターは今岡さん。あーサード清州、レフトへのヒット。バッターは河原優さん。あーここは牽制アウト、読まれてた。おー三遊間抜けまし、あ、一塁間抜けました。ライト前ヒット、タイガース7点目。トップに戻ります。赤星さん、これは完全に詰まらせました。赤星さんはセカンドゴロ。3回の裏のタイガース、カーライルさんのタイムリー、点追加、7対0です。ベイスターズは2番の金城さん。初球打ち、ファースト強襲、うまく取りました。ファーストゴロでワンアウト。ボテボテの当たり、あーここは抜け、エラー。4番のグランさん、うまく引っ張りました。三遊間レフト前ヒット、ワンアウト一塁三塁。バッター佐伯さんです。初球打ち、これはセンター犠牲フライになるか。ベイサーズ1点返しました。7対1です。ツーアウト1塁、打ち上げました。ピッチャーフライ、カーライルさん取ってスリーアウト。4回の表ベイサーズは犠牲フライで1点返しました。7対1となっております。バッターは坪井さん、今日は2安打。引っ掛けましたけど一塁間うまく抜いていきました。ライト前ヒット、ノーアウト一塁。そして文心君、得意の変化球、あーここはフェア、レフトへのヒット、ノーアウト一塁二塁。アリアスさんはここはサードゴロ、ダブルプレー、ツーアウト三塁。檜山さんレフトへ、
あーこれはどんどん切れていきます。ファール。今度は右中間引っ張りました。檜山さんツーベースヒット。そして浜ちゃん、外へのフォーク、これは大きく外れます。ボール球、これも外れます。インサイド、スリーボール。フォークボール、ジャストミートしましたけどファール。あーここは打ち上げます。浜ちゃんセカンドフライでスリーアウト。4回の裏タイガース1点追加、8対0です。バッターは小川さん。この今日はカーブがよしよしに決まってくれてます。空振り三振、ワンアウト。キャッチャー中村さん、今度はインサイド2つでチェンジアップ、これも決まってストライク、ツーストライク。ショートゴロ、スリーアウト。あ、ツーアウトだ、ごめんなさい。で谷口さんに代打石井博さんが出てまいりました。初球はインサイドへのカーブ、ショートゴロでスリーアウト。5回の表ベイスターズは下位打線三者凡退です。ベイスターズはピッチャー交代、川野さんが出てまいりました。バッターボックスはキャッチャーの矢野さんです。初球ストレートを捉えました。センター前ヒット。ノーアウト一塁。引っ掛けました。今岡さんはショートゴロ、矢野さん二塁進塁。ピッチャー川原さん、あーここはサードでアウトになりました。ツーアウト、ランナー一塁となります。矢野さんじゃない、赤星さんはサードゴロ。タイガースこの回はランナー出しましたけども得点とはなりませんでした。8対1のままです。バッター石井拓郎さん、トップバッターですね。これはファースト真正面のゴロとなります。檜山さん取りまして自らキャンバスを踏みました。ワンアウト。引っ張ってライト、これも伸びがありません。浜ちゃんへのライトフライ、ツーアウト。おー、うまく打ちました。ライトへのヒット。2アウトからのランナー出ました。4番のグランさんです。これは見逃しました。チェンジアップ、これも見逃します。
3球三振3アウト。6回の表ベイスターズ鈴木隆之さんヒットで出ましたけども、ここの回も5回に続いて無得点です。バッターは坪井さん、今日は3安打猛打賞。三塁線、これはファール。今度はスライダーをうまく三遊間抜いていきました。レフト前ヒット、ノーアウト一塁。藤井君も今日3安打、うち1本はホームラン。センターへ持っていきました、ヒット。一塁三塁です。そしてアリアスさん、ムシクは刺されました。盗塁失敗。初球は低めのボール。真ん中低めのストレート。これは大きく外れて3ボール。引っ張ってレフトへ、しかしこれは切れます、ファール。フォアボール選びました檜山さんです。ボール球振っちゃった。流し打ち、レフトの横抜けてきました、ヒット。ツーベースヒット、1点追加、9対1。浜ちゃんは今日今のところヒットありません。センター前ヒット、ここで浜ちゃんにもタイムリー、10点目。バッターボックス矢野さん、セカンドゴロのダブルプレー。しかしタイガースこの回2点追加、10対1と差を大きく広げております。さあカーライルさんはここで交代。ヤオさんがまだ投げてないのよね。でも今日は笠井さんでいきます。さあピッチャーは笠井さんです。カーブが決まります、ツーストライク。引っ張ってライト、これはライトフライ、ワンアウト。外角低め決まってストライク。打ち上げました、矢野さんが取ります。キャッチャーファールフライ、ツーアウト。バッターボックス小川さん、間に合いました、ショートゴロ、スリーアウト。ラッキーセブンベイスターズは三者凡退です。今日はスワローズすごいね、16対4で勝っている。今岡さんいい当たりでしたけど、セカンド真正面へのゴロ。バッターボックス笠井さん、
おお、三遊、三塁線抜けました。フェア、ワンアウト一塁で赤星さん、スライダー、これは外れました。ボール球、ピッチャー返し、センター前ヒット、そして坪井さん今日は4安打、打率も4割超えてまいりました。あー、坪井さんはカーブ引っ掛けました。ラッキーセブンタイガースはランナー2人出しましたけども無得点。インサイド低め決まりました。カーブ、これも決まってツーストライク。三球三振、ワンアウト。河原さんに代打、今日も出てまいりました井上の純ちゃん。シンカー打ち上げます。これは笠井さんが取りに行きました。ピッチャーフライ2アウト。石井拓郎さんも打ち上げます。ショートフライで3アウト。8回の表ベイスターズ三者凡退です。さあピッチャーはまた森中さんを出してきました。バッターボックスルシン君、猫さん、初球スライダー、これはバットの先端、レフトフライ、伸びきりませんでした。ワンアウト。バッターはアリアさん。まっすぐで攻めてきます。これも低めの球、エコカウント、外れます。引っ張ったけどこれは伸びすぎました。レフトフライ。檜山さん今日はサードも打ちましょう。右中間抜けます、ヒット。檜山さんは三塁へ行きます。スリーベースヒット、ツーアウト三塁。バッターボックス浜ちゃん、あはは、スクリューか、打ち損じました。サードフライ、スリーアウト。8回のラウンドタイガースは檜山さんスリーベースへ出ましたけどこの回は無得点。バッターボックス金城さん、スライダー引っ張ります。これはファール。最後はカーブを詰まらせました。セカンドゴロ、ワンアウト。鈴木貴則さん、あー、武士君追いつけません。センター前ヒット、ワンアウト一塁でグランさん、
これはボテボテ、セカンドゴロ、鈴木貴則さんは二塁へ出塁します。ツーアウト二塁、意地でも1点は返したいベイスターズ。インサイドのチェンジアップ見逃しました。ツーストライク、空振り三振、ゲームセット。今日も笠井さんは完璧に抑えました。今日は10対1、タイガース快勝のゲームとなりました。カーライルさんが3勝目、笠井さんは6セーブ目となります。まあまあ最低1本は出てるよね。今日は先発全員安打、ピッチャーの方もね、ちょっとカーライルさん少しだけ捕まりましたけども、6回1失点、上々の内容。笠井さんもね、今日は被安打1ね、今日も完璧に抑えております。まあ、有吉さんにちょっとねホームラン出たのが嬉しかったですね。というわけでまた次回です。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。